私気に障ることしたんだよね。ごめんなさい。どうや、両親痛みやろ。このスーツもしかして怖い？めっちゃ気にするじゃん。そんなことないよ、かっこいいと思うよ。ちょっとホストみたいだなって思ったけど。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。トゲメゲメモリアル、初めからやっていこうと思います。前回は大成先生ルート攻略させていただきました。よかったね。大成先生はなんか一回自分の中の行為を自覚するとグイグイ来るね。いやーよかった、あのお墨がよかったね。もっと深く知りたいなって思っちゃった。この後の話を、その後の話を出してほしいなと思いますけど、まあ、今回から新しいルートに入っていきたいと思います。その大成先生のルートの中で一人だけ私とめっちゃ気が合った子がいたんですよ。その子、氷室祈りくんを今回から攻略していきたいと思います。というわけで彼が出てくる2年目まで飛ばします。またパラ揚げパーリーなんや。はい、というわけでここまでやってきました。2年目4月3日日曜日ですね。いやもう何あげていいか分かんなかったから、とりあえずまんべんなくあげてみた。学力が必要かな。なんか結構なんか多分さ、氷室くんの性格的に結構パラメータ厳しそうなんだよね。なんかめっちゃ上げなきゃいけない気がするけど、まあいいや、とりあえずやっていこうか。クラブにも入ってないので、このままどうしようかな。一旦寝るか。 OK、 ナイス。お、入学式ですね。ようやく会えるよ。もうパラ揚げパラ揚げパラ揚げパリないよ。あれ、あそこにいるのって氷室くん。君に会うために時空を越えてきたよ。前にどっかで氷室教頭と話してた子だよね。何か。そうだ、最初からめっちゃガン切れなんだった、忘れてた。何か気になるなら遠慮なくどうぞ。ツンケンしてるな。先に教えましょうか。幅学生が僕に聞きたいことなんて分かりきってるんで。いや、そうとも限らないんじゃない。普通にイケメンだからお近づきになりたい人もいると思うよ。あなたは氷室教頭と。やっぱり僕と教頭が似てるって。別に、まあそうだね、昔から言われ続けてきたらへきへきもするか。確かに似てるっちゃ似てる。いい加減にして。目元が似てるかな。髪型が違うから印象違って見えるけどね。そんな怒んなくてもいいじゃん。腕たくましいな。顔を見れば誰も彼も氷室がどうとか礼一さんがどうとか、まあ昔から言われてたらね、嫌になるよね。そんなことでしか人を測れないわけ。まあだからってね、初対面なんや。そんな切れないで。そんな僕個人のアイデンティティは無視。そんなに自分たちの興味を満たす方が重要。めっちゃ怒ってるやん。うんざり。何があった。まあ入学式でもいろいろ聞かれたのかな。まあそうなるとイライラするのもわかるけどね、初対面こっち。私気に障ることしたんだよね、ごめんなさい。どうや、両親痛みやろ。でもね、こげんしとうけど、この子めっちゃいい子なんよ。いや、分かっとうとも、おばちゃん分かっとうと、あんたはいい子なんよ。ちょっとね、イライラしてささくれだった心があるんよね、思春期やしね。いえ、こちらこそすみません。初対面、しかも先輩に失礼な態度を取ってしまいました。お、なんか氷室くんがさ、敬語使うのってこの時だけやない？気づいちゃった気づいちゃった。わー、祝い。いや、この時だけじゃん、めっちゃレア。だって後半ずっとタメ口だもんね。いや別に私全然そういうの気にしないから全然いいんだけど、レアだね。うん、大丈夫、私は今茨、改めてよろしくね。僕は氷室祈り1年。お察しの通り、礼一さん氷室教頭の親族です。ああ、親族ね。でもあまりそこについては触れないでください。腹が立つな。身に染みて分かったから二度と口にしないわ。
うん、以上です。ではうっすこれが初対面ってすごいよね。まあ初対面はでも廊下であったのがあれが最初かな。氷室くんが教頭との関係についてはあまり触れてほしくないみたい。まあ触れたくないんだったら触れないよね。ああ2年生のクラスになって風間くんと出会うと、そういうことですね。一旦飛ばすか。あ、そうやん、デートに誘えるんだった普通にまた、わあ、またパラゲパリなんやんと思ってたら、そうだ、デートに誘い、そうやん。服買ってデートに誘うか、未読がある。ちょっと待って。アルバイトができるとね。そうやん、なんか、アンネリーで、なんか、働いてるんじゃなかったっけ、氷室くん。なんか、ツイッターで、そういう漫画を見た。アンネリーで働いてる、みたいな。え、ちょっと待って、アンネリー応募しよう。でもこれで一日潰れるんか。まあ、いっか、とりあえずアンネリーに応募しよう。いるのかな？花屋さんにいる？いや、でもそういう漫画をツイッターで見たから。ツイッター民。どうだ？アンネリーね。で、この募集をさせてもらって。毎週水曜日と金曜日のシフトに入ってもらえる？店長なんか、なんだろうな。色気がある。わかりました。よろしくお願いします。こちらこそ、次回からお願いね。うっす。お願いします。毎週水曜日と金曜日はお花屋さんでアルバイト。頑張るぞ。どう？おー、めっちゃおしゃれ。いや、このでっかい壁に、なにこの、花なのか木なのかわかんないの刺さってるの。めっちゃおしゃれ。でも地震起きたらめっちゃやばそう。今日から新しく入りました岩です。よろしくお願いします。あなたのシフトは毎週水曜日と金曜日だったわよね。頑張ってね。店長色気があるな、やっぱ。なんか人妻感がある。はい、わかりました。よし、頑張ろうっと。いた、やっぱいたんだ。ツイッターは嘘をつかない。氷室くん、どうしてここに？どうしてって、見たらわかるだろ。まあ見たらわかるね。がっつりエプロンしてるしね。氷室くんもここで働いたんだ。知らなかったな。あ、そう。じゃあ。嘘でしょ。教えてくれないの、仕事内容。どこに行くの？自分の仕事するだけ。君も君の仕事やりなよ。氷室くん、氷室くん、初日。Y 初日。いやー無理よ。初日から自分の仕事見つけて自分で行動するの無理よ。知り合いがいるからって頼ろうとか甘えた考えしないで。泣きそう。なんで私なんかしたっけ。まだ初対面だよね、まだ。言うてまだ3回ぐらいしか会ってないのに、めっちゃ厳しいやん。氷室くんの言うことも一理、あるよね。よし、頑張るぞ。やめようかな。いや、私あんな先輩に言われたら秒でやめるかもしれん。はい、というわけで運命のデートに誘う日ですね。ちょっとデートに誘うの久方ぶりだからめっちゃ緊張するなあ。結構出会ってた、こんな出会ってたっけ。記憶がおぼろげ。いや、とりあえずいのりくんを誘って出てくれるから、まず知らない番号出なさそうだな、はい、出た、よかった。氷室くん、今だけど今大丈夫？いいけど。何？冷た。うん、あのね。ああ、はいはい。で、ま、一周開けよっか。一周開けて服の準備したいから、5月の1日どうですか？日曜日。連休前ですけど。ああ、どこが好きかな？うわあ、わからん。何が好きっちゃろう。遊園地とか好き？遊園地行っちゃう？若者だからな。若者。遊園地行っちゃおっか。うん。遊園地へ遊びに行かない？いいよかった。じゃあ5月1日にバス停で待ってるね。わかった。じゃあ。やったー。今ちゃんとコメントかぶった。やったー。早く5月1日来ないかな。いやーよかった。ちょっと、とりあえずね、あれだね。服の準備しなきゃ。服何が好きなんだろうな。あ、キュート好きだもんね。風間くんキュート好きなの知ってる。さっさくんってナチュラル好きなんだ。
アクティブじゃないんだね。へえ、そうなんだ。ダーホンがアクティブ。ダーホンアクティブ。シックじゃないんだ。あ、ヒイラギくんがシック。あ、そう。この二人誰だっけ？あ、ミーくんか。ミーくんと、白羽くんかな？あ、セクシーですね。三影先生はセクシーお好きですもんね。ビービット。うわ、一番わからんの来た。ビービットはわからんのよ。ビービット？むずいよ。聞きたいことは？ない。ビービット教えてほしい。ビービットって何？どこで買ったらいいの？ビービット買い行くか。ビービット？はい、というわけでビービットの服を調べてちゃんと買いました。ああ、わからんかった、正直。ちょっとぐちゃぐちゃに来てるけど、ビビッととりあえず揃えてみたけども、どうだろうな、ビビッとこんなダサい格好やだな。初っ端のデートでダサいのやだな。ちょっとこれ外して、え、待って調べて買ったはずのやつがほとんどビビッとにならないんだけど、どういうこと？普通にこれとこれの組み合わせしかないあれ、私調べるの間違えた？まあいっか、もうこれでこれでいくか。 OK、 まあ、ビビットはビビットだしね OK、 いくぞ。はい、 OK、 どうだ？ごめんなさい、初っ端から遅刻して。遅くなっちゃった。氷室くんはもう来てる。待たせてごめんね。人の時間を無駄にするなんてすごいね。次はないから。すっごい怒るじゃん見かけ先生に会いたい。いや、見かけ先生優しかったな。すっごい怒るじゃん。ごめんね、氷室くん。うん、返事ははいでもうそこまでなると調教なのよ。うん怖いな。何？ちょっと怖いな。怒られるんじゃない、触ったらとりあえず頭見るぐらいいいんじゃない？どこ見てんの？喧嘩なのよ、それはもう。うん、怖いな。あ、どうかな。悪くないかと。まあ似合ってるとも言える。あ、よかったよかった、機嫌直った、よかった。やったね、この服高評価みたい。よかった。で、何に乗る？なんだろうな、氷室くん何が好きなんだろう。ジェットコースター、観覧車、バンジージャンプ、コーヒーカップ。バンジージャンプかな。バンジージャンプじゃない？ダメ？観覧車、無難に。どうだろう、絶叫系嫌いかな。こんなのに乗るなんて意味わかんないとか言われそうだよねいやでもバンジージャンプ大体の男性に評価いいからな男性キャラ大体バンジージャンプ好きだからな、三掛先生以外。バンジージャンプなかなか面白い。あ、よかった。何？よかった、イエーイ。やめてくれない？あ、ごめんなさいごめんなさい。そっか、バンジージャンプ好きなんだ。今さらキャンセルはなしだから。あ、好きなんだね、よかった。3、2、1、バンジー。あ、めっちゃ嬉しそう足から落ちるの危ないよこれ最高初めて見た、こんな無邪気な笑顔よかった、可愛いな。このスリル癖になりそう。いや、これだね、多分これ。わかる、日常では絶対味わえない感覚、すごく気持ちがいいよ二人揃ってスリル求めてるのやばいな大丈夫か、高校生活にストレスあるんじゃない。やったね、バッチリ好印象。いいんじゃない。よいしょ。まあ、だいたい頭の方だとみんな否定しないね。よかった。たまに風間くんからめっちゃ怒られるけど。あ、ほんと？よかった。悪くない一日。よいしょ。また子供扱いあれ、頭さっきまでよかったですよね。え、子供扱い、いや、よしよししてないけどな。じゃ、さよなら。ちょっと腑に落ちないな氷室くん、ちょっとさっきの話し合わない、ちょっと現地集合、現地解散ね。いやー、よかったね。とりあえず進めていこう。あ、氷室くん飛ばしてた。ごめん。氷室くんのイベントだったんだ。
あ、なんだろうと思いながら飛ばしてた。ひむろくん、あれ気づいてない。あ、これガン無視されるやつだ。気づいてる。めっちゃ嫌そうな顔するじゃん。あれ、この前デートしましたよね。そのサーフボードもしかしてひむろくんの？だったら何？めっちゃ切れるじゃん。ひむろくんサーフィンやるんだ。何その意外って顔。でもこんなツンケンツンケンしてるのにさ、イワちゃんのメンタル強いよね。いや、私だったら最初の一言で、ああごめん、あ、じゃあもう行くわってなっちゃうけどな。すごいね。うん、すごいなって思ってやってるとこ見てみたい。すごいな、イワちゃん。他にやってる人いくらでもいるでしょ。めっちゃ冷たいね。あー、立ち去っていった。あー、行っちゃった。ひどい言い方だな。君、気にすることないよ。ありがとな、サーファーども。あいつサーフィンうまくて有名だけど、いつもあんな感じ。付き合い悪いんだよ。なるほどね。氷室くん、孤立してるのかな。毎回孤立って言い方がじわじわくるな。いや、こんなツンケンツンケンしてる氷室くんもですね、私の手にかかればもう3年目にはメロメロよ。うん、とりあえずデートに誘うか。デートに誘って、なんかイベントとかあってないかな。なんかデートに誘うの久々すぎて、デートの誘い方忘れてるな。これを見てからじゃないと反映しないんだよね。で、デートの誘い、氷室くん。はい。めっちゃ冷たい。はい。またなんだよみたいな感じだよね。まあでも確かに、あんま知らない先輩からガンガン電話かかってきたら嫌だよね、普通に。今だけど今大丈夫？何？うん、あのね、ちょっと日にちを空けた方が OK もらいやすいから、15日だね。15日にどこ行こっかな。次、何が好きなの？スリルが好きって言ってたよね。スリルが好き？他スリル感じれるとこないよね。スリル？ボーリングとかどう？ボーリング、ゲーセンとか、ボーリングとか、そういうの好きなんじゃない？ボーリングしに行かない？いいけど。あ、よかった。じゃあ5月15日に駅前広場で待ってるね。わかった。じゃあ。氷室くん、こんなに冷たいのにさ、意外に誘いには乗ってくれるんだよね。なんでやろ。やった、早く5月15日来ないかな。というわけで、一旦ここで終わりたいと思います。続きのデートが気になった方は見てってくれると嬉しいです。イバラでした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇、朗読、何でもやっていこうと思います。もしどこかで見かけたら、その時はどうかよろしくお願いします。